皆さんこんにちは。 DTFA のキーパーソンに話を聞く今日のフォーカスです。今日は中国の経済動向について弊社のプリンシパルエコノミスト増島さんに話を聞きます。増島さんお願いします。本日はよろしくお願いいたします。先週10月18日に発表された中国の今年7月から9月の GDP 実質成長率は 4.6% と前の3ヶ月の 4.7% から縮小し、また中国の目標でもある 5% を2四半期連続で下回っている結果となっています。増島さん、この減速の原因はどこにあるんでしょうか。はい、やはりまあ一番大きいのは内需にあります、はい。まあ、中国が住宅市況で困っているというところはずっと報道はいろいろあるところですけれども、そういう中でなかなか新規の投資が出てきにくいというところがまずその1と、やっぱりその住宅を買った一般の人の方々もその住宅価格が下がってしまうと追加で消費をするというのがもともと難しくなると。もともと政策として贅沢を戒めるような感じのきつめの政策が出ていたので、そのダブルパンチでですね、なかなか中国の消費は伸びないというような状況になっています。でその一方でそれを補う形で輸出を増やして、輸出は拡大しているんですけれども、それも拡大の仕方として価格を下げてたくさん売るというような方針なので、じゃあ企業の収益としては必ずしも芳しいとは限らないという形になります。そういう状況ですとなかなか中国っていうのの経済っていうのはすぐに大きくその単体では上向かないというような状況になるのかなというふうに思います。はい、それに対して中国は何か手を打っているんでしょうか。はい、こういった状況をですね、打開するために景気刺激策を打っています。金融政策と財政政策の両方で景気を下支えしようとしています。でまず最初に動いたのは金融政策の方で、先月の後半に中国人民銀行の総裁が金融緩和をちゃんとしていくよっていうような声明をした後、その数日後に実際に7日間ものの貸し出し金利というもしくは資金のための供給の金利のところを利下げをしてきました。はい、それに加えて財政政策に関しましても中国共産党の高官が今後はしっかりこの景気なんかを下支えするためにしっかりとやっていくというような声明が出た後に、今月の12日に入り特別な国債を発行して大手金融機関の資本を増強したり、もしくはそういった景気を支えるような財政支出をしているというような声明が出されました。日本や他国への景気刺激策の影響はどうなんでしょうか。そうですね、当然中国の景気が良くなればその分物を買って輸入が増えるということですので、中国に対しての輸出が大きい諸国というのは非常にプラスがあるのかと思います。でそういった中で国を見ていくと、東南アジアですとか韓国ですとかラテンアメリカっていうのは対中国に対して の輸出っていうのは GDP 比で大きいので、そういったところっていうのがまず最初に、ポジティブな影響を受けるのかなと思います。はい、日本に関してもある程度ポジティブな影響、日本もですね、当然中国の輸出っていうのは全体の2割の輸出が弱の輸出が中国ですので、当然ポジティブな影響はあります。なので景気刺激に対するプラスは出てくるというところです。やっぱり一方懸念となってくるのが今後の大統領選の動向もあるんですけれども、実は大統領選の動向と関わらず日本が今そういった輸出で一番中国に売り込んでいる半導体製造装置に関して民主党からも共和党の議員からもう少し輸出に制限をかけるべきなんじゃないかというような物言いが入っていて状況にあるので、それは選挙がどちらがハリス氏が勝とうとトランプ氏が勝とうと状況というのは種類は変わってくるんですけれども、方向性としては変わってこないというふうになります。なのでまとめると中国 その景気刺激策というのは日本にとってプラスの部分はあるけれども、それ以外 の不足の要因で貿易に関してはマイナス要因が出てくる可能性があるかもしれないということになります。なるほど、ありがとうございます。米国の大統領選挙もありまして、日本での中国の取り上げ方は今までいつもよりも控えめになっているという印象がありますけれども、中国の動向は注目していきたいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。増島さんに聞きました。